それではここで選手からサポーターの皆様にご挨拶申し上げます。ここからの進行はキャプテン井上雄大選手、お願いします。こんにちは、司会を務めさせていただく井上です。ちょっと緊張しているので、みんな笑ってください。まず、副キャプテン大谷直樹選手。一言もらいます。まず今日一日ありがとうございました。今日は本当に僕たちがサポーターの方に感謝を伝える場だと思うんですけど、本当に今日選手たちはサポーターの皆さんから元気をもらうことができました。本当に1年間苦しいシーズンでしたけど、サポーターの方のおかげで最後まで戦うことができました。本当に1年間ありがとうございました。雄大君、次誰行きますか？違う、まだまだ、いや、もう僕、大丈夫です。ちょっとやっぱ、硬いんだよね。はい、頑張れ。皆さん、なんか直樹に質問なんか。あ、髪型、はいはい。結構髪遊ばしてるんですよね、みんな。こだわりとかあったりするんですか？まあ、こだわりは去年ここ5針縫ったんで、この傷を隠すようにこっち側は伸ばします。で、毎回パーマかけてるけど何パーマ？でも普通のパーマですけど。あ、なんか犬を飼ってる。そうですね、まあ、犬に髪を寄せてます。ちなみに犬はトイプードルです。トイプードルです。ありがとうございました。じゃあ次じゃあ次は、あった、目そらして、目そらして、戸田氏くん。じゃあまず一言もらいます。こんにちは。皆さん今日はありがとうございます。本当にいろいろとチームとしては難しいシーズンでしたが、本当にどんな難しい試合をしても、前向きな言葉をかけてくれるサポーターの皆さんで、最後まで、前向かして笑ってやりきることができました。また毎試合のように、試合終わりホームで子供たちが、どんな結果でも目をキラキラさせながら一緒にサッカーしてくれて、本当にそこに救われたところがありました。みんなありがとう。はい、終わりです。え、まあ、富樫君こう見えて出身がロサンゼルス。いや、ニューヨーク、ニューヨーク。ニューヨーカーということで、はい、ちょっと英語でなんか一言伝えてほしいなと思うんですけど。まあ、やっぱりドラえもんって日本語でなんて呼びます？ドラえもん。いや、違うんですよ。え、ドラえもん。ありがとうございました。じゃあ次、じゃあ行きます。じゃあ選手会長の岡山くんいきます。頑張ったよ。選手会長の岡山です。固いことしか言えませんが、それが自分らしさだと思うので、それで生かしていただきたいと思います。まずは1年間熱いご声援ありがとうございました。
そして今日も、これだけの方が集まってくださって、まあ、選手たち、これだけ多くの人に支えられてるってことを、実感したと思います。今年1年は本当に悔しいシーズンにはなりましたが、自分たちの手で、J2 残留というものを掴み取ることができましたので、ぜひ来年につなげる、ような、戦いになったかなと思います。すいません、ちょっと長くなっちゃいましたけど、まあ、本当に選手の心にあるのは本当に感謝の気持ちしかないと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。あのマサに関しては今年結婚をしまして、ありがとうございます。いつもありがとう。いや素晴らしいですね。ありがとうございました。じゃあポンポン、こんにちは。あの本当に人前で喋るのが下手なんですけど、あの多分見たら分かると思うんですけど、山口戦のインタビューはすごい良くて、本当緊張しちゃうとああいう感じになってしまうので、次のシーズンはインタビューをしっかり練習して頑張っていきたいと思います。